はい、皆さんどうもこんにちは、四天王寺です。今日も自宅から日本酒クイズを、お送りしたいと思いますので、早速赤根ちゃんの家に電話をしています。もしもし、どちら様ですか？四天王寺でございます。ちょっと知らないんです、間違い電話だと思いますけど。ちょっとね、結構自宅にいてもね、暑いんで、ああいうそれいらないボトルじゃないかな。暑いってどういうこと？顔が暑いの？結構ね、そうなのよ。真の姿なのに、ん？真の姿なのに暑いんだ。真の姿でもね、暑いもんは暑い。ちょっと燃えてくんだよね。燃えてるね。ね。うん。ほら、昨日初正解したでしょ？うん。うん、その調子で今日も。今日も免れんで、うん、絶対頑張ってください。はい、はい、では今日のテーマはこちらです。じゃん、うん、動物占い。動物占い流行ったよ。流行ったよな。ね、は、懐かしいでしょ。うん、多分今の若い子は知らんやろけどな。あ、そっか。うんうんうん、結構前だもんね。そうやで。本買ったわ、私。あ、そう。自分が何だったか覚えてる？うん。大器晩成のたぬき。おー、よく覚えてる。何やった？全然覚えてない。マジで？黒豹とかちゃん。わからんけど。だから適当に言ったけど。うん。うん、まあね、結構ほら何十年前かにも流行ったけど、うん。実はね、古い昔から動物占いってあるのよ。え、そうなんや。そう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 。まあ、動物占いって言ってもね、動物を使った占いね。え、使う？動物使ってんじゃなくて、それ動物使った占いってのは昔からあるのよ。へぇー。はい、いいですか？うん。はい、それでは問題はこちらです。じゃん。じゃじゃん。はい。古代のね、日本には、太まにっていう占いがあったのね。太まに？太まに。太いに占いって書いて、太まに。まに？マニ、そう、うんうんうん、太い占いって書くんだけどね、漢字で言うと。へえ、あ、マニって言うんや。そう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 。うんうん、その太マニに使われていた動物は一体何でしょうか。これも三択じゃないです。難しすぎるやんか。ヒントね、ヒント。うんうんうん。なんかこうちょっとほら、神聖な動物？なんかちょっと神様。になんか近そうな動物をさ、ちょっと考えて答えてみよう。てってんてんやんな。神様やろ。そう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 、なんかちょっと神様と関係ありそうな動物。うん、やば、動物とか全然浮かべへんねんけど。神様がほらいる場所ってさ、うん、だいたいどこにいるよ、神様って。牧場。神様牧場にいるの。え、なんかのどかな感じ。あ、そういう日本はほら昔からね、神様がたくさんいる国でしょ。うん、だそういうなんか歴史のあるね、町とかにね、たくさんいたりするよ。うーん、全く分かれへんけど、うん、今一個思いついたのを言う。うん、はい、それではじゃあ答えをお願いします。動物以外のことしか浮かばへんくって、うん、だけどその中でじゃあもうあえてこれかなって、もう動物って言ったらもうこれしかないかなって思うの言います。はい、お願いします。牛。おー、牛ね。牛貴重って言ってた気がする。あー、で動物ね、牛、虎、タツミってこう考えていって、はいはいはい、でなんか馬かなと思ったんやけど、馬ってさ出てきてたし、さ、なんか、ね、ないかなと思って、そうで、牛かなって。あ、牧場にいる、それで牧場って言ったもう牛しか頭なかった、ね、牧場に神様立ってる姿想像してめっちゃ自分一人で受けちゃったから。ああ、そっか。ちなみにその動物以外のものって何が浮かんでたの？と、鯉。鯉？うん、鯉ってその、あの金魚、金魚じゃない。あ、でもそれも動物だよ。え？だから魚だって動物だもん。一番初めに浮かんだのは鯉やった。神様の。いい、じゃあ鯉。なぜ鯉だと思ったの？ジェニーちゃんにもいっぱいいるし、うん、なんかもう絶対それをもうすぐ浮かんだ。もうそれしかないかなって思った。鯉、鯉、鯉占いみたいな、なんかやってた気がする。なんか、ああ、なるほど。鯉占いってあの、
恋占いってあの恋愛の恋じゃなくて、うん、なんかその魚の 恋占いってあった気がする、なんか。へえとか言ってるなってことで違うってことや。さあ、ファイナル四天王寺。ファイナル四天王寺。さあ、2日連続で正解となるでしょうか。頑張る。正解は、こちらです。じゃん。じゃん。鹿でした。あー、そっか、鹿か。ああ、鹿もなんか言ってたな、そういや。なんか大事なやつやって。大事なやつや。言ってたな、四天王寺先生言ってた。そうそう、あのほら奈良公園のね。そう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 、鹿のとこやなって言ってたもんな。そうだよ。うわー。ね、鹿出てこへんかった。だって絵との中に鹿おらへんもん。まあそっか、絵とにこだわってたのか。そう。うん、まあ恋もいないけどね。龍もね考えてたし。あー、そっか。そう。そうなんだよね。奈良公園の鹿もね、神様の使いだっていうふうにね、言われているように、鹿っていうのはね、古代から神聖な動物って言われててさ、うん、なんかね、春にね、こう、角がね、生え始めて、うん、秋にこう、一般に成長するから、こう、稲作とね、結びつけられることなんだよね。へぇー。うん、そうそうそう。でね、どういう占いかっていうと、その太マニっていう占いは、うん、鹿のね、肩甲骨を使うんだよね。肩甲骨？そう、うん、肩甲骨をね燃やして肩甲骨を焼いて焼く、うん、そのね割れ方で占うんだって。あー、あー、なんかでも骨の割れ方のやつなんか、うん、なんか授業でなんか聞いたことある気がする。あれそれな何縄文時代とかかな。え、なんかでもある、うん、そう、結構そう、古代にねやってた占いで残ってるもん、なんか頭にそれ。あ、本当に。あ、太間にやったんだ。へえ。うん、残ってる。どっかで聞いたこと残ってる。そう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 。うん、で、これがね、最初は鹿の肩甲骨で占ったんだけど、うん、これが奈良時代になると、うん、亀のね、甲羅を使ったね、飛木っていう占いに変わるんだよね。へえ。で、これはね、亀のね、甲羅をね、甲羅にね、燃やしたその木片をね、うん、押し付けて、うん、で、そのひびの割れ方でまたね、いろんな方角とか吉兆占うらしいんだよね。焼いと据えてるやん、完全に。そうだね。やば。そうそうそう。そうなんだよね。だから亀のね、甲羅を焼いて、やるその鬼木っていう占いは今でも続いてんだよね。へー、すごいね。すごいでしょ、奈良時代からだからさ、うん、もう千何百年もさ、ずっと続いてるってことだからさ。一回も途絶えてないってことやろ。そうそうそう。すごい。ね、うん。だそういうなんか歴史ってさ、ずっと続いてるとこが面白いよね。いや、そんだけ当たるんちゃう、でもその占いって多分。ああね、ここまで続いてるってことはね。うん、うん、絶対そうやと思う。だからバカにできないよね、占いっていうのさ。うん、私信じるタイプやから。おー、いいね。俺も信じるタイプだから。やっぱそうやな、信じるもんは救われるな。それでね、たださ、うん、その鬼木っていう占いはこんな千何百年も続いてるんだけど、うん、そのさ、占いの読み解き方とかさ、うん、具体的な占いの方法っていうのはさ、うん、一切秘密なんだよね。え？いや、そのやり方は、うん、本当に限られた人間しか知らないの。やっぱりでもそれはマジで当たるってことやと思うな。なんかその代々引き継いでいってるってことやもんな。ね、やばくない？やばい、やばい、マジすごい。そうなんだよね。これはね、引きって言われててね、本当にその意思相伝じゃないけどさ。すごい。それが千何百年も続いてんだよ。いや、もうガチやん。ほんまにガチやと思う。あ、だ完全非公開だから、その占いしてる様子はね。私の非公開とはわけが違うな、年齢の。奥が深いわ。うん、へぇ。ね、面白いよね。うん。ということでね、正解は、うん、鹿でした。はい。めっちゃありえへん。ということで、あかねちゃん、今日も罰ゲームです。今日も胸キュンワード。今日の設定どうしようかな。あかねちゃんが彼氏と同棲してます。うん。ね、それで夜喧嘩しちゃいました。うん。で、口をね、聞かないまま彼氏が寝ちゃいました。最悪やん。まあ、ね、それは置いといて。で、彼氏がそのまま寝ちゃって、で、朝起きて、あかねちゃんが彼氏をね、うん、そう起こす時の一言。ね、その彼氏が、うん、あ、もう仲直りしよっかなと思うようなさ、目覚めの一言もらえる？うん。なんか、
可愛いやつちょうだい。うん、いいですか。分かった。オッケー。それでは、うん、今日のあかねちゃんの胸キュンワード。起きてよ。起きてってば。なんで寝てんの？何？仲直りしよう。仲直りしよう。仲直りのチューしよう。すぐ笑いすぎや。すぐ笑いすぎじゃない？今はなんか一瞬やったな。早かったな、立ち直り。もうちょっとかかるかと思った。ごめん。チューしようですぐ終わった。チューしようでちょっと照れちゃいました。うん、よかった。ああ、かわいいね。よかった。成功や。はい。ということで今日もね、あの胸キュンワードいただきました。恥ずかしい。じゃあまたね、電話でね、うん、日本史クイズやっていきますから。はい。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。バイバーイ。ということで日本史動物クイズでした。